ニール・スミスは、ルイジアナ州ニューオーリンズ出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションは、ディフェンシブエンド。ネブラスカ大学に在籍していた、彼は1987年にオールアメリカンに選ばれ、1988年の NFL ドラフト一巡目、全体2位でカンザスシティチーフスに指名されて入団した。この年のドラフトで当初チーフスは、 全体3位のドラフト指名権を持っており、全体2位はデトロイト・ライオンズが持っていたが、スミスの獲得を確実なものとしたチーフスは、ライオンズと交渉し、トレードアップして、全体2位指名権を獲得した。6フィート4インチ、260ポンドの巨体ながら彼は40ヤード層で4.55秒の記録を持っていた。またアームスパンは7フィート1.5インチ。 チーフスで彼は1988年から1996年まで、デンバーブロンコスで1997年から1999年まで、サンディエゴチャージャーズで2000年プレーした。その間プロボールに6回選出され、1993年には15、サックを挙げて、シーズンサック王となった。ブロンコス時代には、第32回スーパーボール、 第33回スーパーボールで2つのチャンピオンリングを手にした。1998年シーズンのディビジョナルプレイオフ38から3でマイアミドルフィンズを下した試合では79ヤードのファンブルリカバータッチダウンを上げた。また、第32回スーパーボールでは彼のファンブルリカバーからブロンコスは FG につなげている。現役13シーズンで彼は105サック。 12、ファンブルリカバー、1ファンブルリカバー TD、4インターセプト、1インターセプトリターン TD の記録を残した。現役引退後、彼はアリーナフットボールのカンザスシティブリゲードの共同オーナーも一時務めた。2006年10月22日、チーフスの殿堂入りを果たした。彼はサックを挙げた時のセレブレーションとして、アメリカ野球殿堂入りを果たしている。 カンザスシティロイヤルズのヒーローであるジョージ・ブレットに、ちなんで、バットを振る素振りを行った。元チームメイトのリッキー・シグラーと共にミラクル・カーズ、スカムで50万ドルを損失したことも知られている。彼がアリーナフットボールリーグのカンザスシティブリゲードの共同オーナーとなったのは、ハリケーン・カトリーナによる被害のため、ニューオーリンズ・ブードゥーがシーズン参加を断念し、その代わりとして、 チームが結成され、シーズンが開幕する、ほんの数ヶ月前のことであった。ありがとうございます。